より小さい2024年9月18日、日本時間19日、マイアミ・マーリンズ対ロサンゼルス・ドジャースアット・ローン・デポ・パーク。動画、大谷翔平は道具も異次元だった。元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁、ドジャース、大谷翔平投手、30、は、1番、DH、で先発出場。大谷打席内容、5打数、1安打、0打点。 0得点、0支球、2三振、打率287。大谷翔平は今季49個目の盗塁を成功させ、50から50へ向けて48対49と記録を更新した。試合は初回、大谷がヒットと盗塁でチャンスを作るも、三塁ホーム間でタッチアウトに。2回にスミスがソロホームランでドジャースが先制。 4回にはエドマンのツーランとヘルナンデスのスリーランで大量リードを広げた。大谷はその後の打席でショートフライと三振。ドジャースは後続投手が3点を失うも、8回に2点を追加しリードを守り切り、90勝目を達成した。ロバーツ監督試合後インタビュー。大谷選手があなたのシーズン最高記録である49本塁打を達成しました。それを見たとき、 どのように感じましたか私は悪送球を期待していました。良い送球なら彼はアウトになっていたと思います。しかし、昌平のスピードのおかげでフォルテは急いで投げなければならず、その結果、昌平はセーフになりました。明日かホームグラウンドで記録を更新してくれることを願っています。大谷にはストップをかけませんかストップサインはありません。完全に青信号です。 大谷の調子はどうですかそうですね、彼は大丈夫です。ただ、明らかにバットがうまく触れていない時期にいると思います。だから、明日は何とか対処するつもりです。